たします。お鍋コースのご予約でよろしかったでしょうか。こちらですね、蓋の方から湯気出ますとちょうどお召し上がりいただけるので、その後よく見てご覧ください。それでは火の方失礼します。はい、失礼します。はい、着きました。はい、失礼いたします。違う多分違います。最初は浮かれてました。レイヤーと合コンできるって聞いて仕事も頑張って終わらせました。会社を出たらいつも疲れて重い足取りで自分家へ帰るのに、今日は早足で渡り道。待ち合わせの30分前に着くとトイレを借りて入念に身だしなみをチェック。髪型、服装、鼻毛異常なし。時間になったのでワクワク待ち合わせの場所に行くと、そこには最初は浮かれてました。レイヤーと合コンできるって聞いて仕事はきっちりやりました。サラリーマンとして当然です。そのせいでちょっと急がなきゃやばい時間、キリン並みのストライドで走ったおかげでなんとか5分前に到着できました。間に合ったことにほっとしていると、こいつがはにかみながら立っています。遅刻したことを怒ろうと口を開いたその刹那、月明かりが顔を覗かせました。その月が照らし出したものとは。最初は浮かれてました。そして今も浮かれてます。ニコ萌え、今日は絶対お持ち帰りします。何はともあれ、人を見た目で判断することほど愚かなことはありません。まずは自己紹介、話してみたら性格美人、よくあることです。それじゃあそろそろ自己紹介といきましょうか。じゃあまずは俺たちから、皆さんこんにちは。ちーわーす。俺たち都内の証券会社で若手のエースやってます。自分で言うなつーの。法政証券会社本家噂の3人組、人呼んで法政ホームズです。予想通り、別に滑ったわけではありません。女の子は合コンの時最初笑いこらえるんです。ゲラだと思われたくないでしょ。だから別に滑ったわけではありません。滑ったわけではありません。別に滑ったわけではありません。まああと滑っちゃったさあ今度はあっちのターン、盛り上げますよ。女の子は自分のことを喋るのが大好きですからね。そしてお前らは何者なんだじゃあ今度はあなたたちの番。新平、あなたたちのことが知りたい。それじゃあ自己紹介お願いします。OL やってます、キミコです。看護師やってます、キミコです。レーシングドライバーやってます、キミコです。帰りたくなったのは初めてです。ひみこ来たー、テンション上がってきました。じゃあ次はシミ。シミペ、みんなのことがもっともっと知りたい。もっと聞かせて、みんなのフェイバリット。じゃあひみこさんから。あ、一番右のひみこさんから。除霊です。祈祷です。ドリフト。
いよ、その通りちゃう、その通りですけど一人キャラおかしい、もう我慢できない、もう無理、もうこんな時間だ、俺ちょっとトイレ行ってきますね。トイレにはそれは綺麗な